ちは。こんにちは。こんにちは。はい。天気も素晴らしく。お前の入り方ってさ、はい、入りがジジイやん。入りがなんか明るくないんだよ。いやいやいや、それはもう。さあ、今日はですね、みたいな。はい、ということで、今日はですね、我らが高木豊さん。はい。いつか僕らのもう思いとしては、うん、やっぱこの侍ジャパンの監督になってほしい。いやーもう本当ありえますからね。正直。いや本当思ってます。そんな番組やってて、ああ、おわ、来るか。もし豊さんが侍ジャパンの監督だったら、うん、誰を招集するかという。ああ、これ聞きたいっすよ。これは興味ありますよ。これはオーダーを決めるというか、そのメンバーをごそっと入れるっていう。メンバーの方がいいですか。メンバーの方がいい。メンバーメンバーというか、スターティングメンバーだよ。スターティングメンバーで。そりゃ、はい、そんなの簡単だろう。はい、まあ、やっぱりピッチャー菅野だよね。まあまあやっぱりもう、まあ、そうでしょうね。これは菅野だよ、外せないっすよね。でキャッチャーはもう甲斐だよ。甲斐だよ。だけ語ってね。簡単でしょ。簡単っすかね。ベンチまでちょっと行ってる。こういう時にこういう選手がいたらみたいなところまでちょっと聞きたいっすね。キャッチャー住みたいかな。あ、近いです。おお。この辺はピッチャーだったら岸。はいはい。もうこうはまあ数上げたらいっぱい出てくるぞ。千賀、うん、はいはいはい、千賀、はい、で左の中継ぎ香山とかも欲しいよね、この左ので、高橋で、もうアンダースローも外国人のピッチャーには、あ、バッターたちには、はい、でもちょっと昨日見てたけど捉えるね、向こうの選手は。だから高橋外すかもわかんないけど、はい、でもそういうちょっと変則みたいなのも入れたいよね。なるほど。でキャッチャーはまあ海外から杉谷、はい、でもう一人あれだったら相澤かな。ああ、広島の、うんうん、やっぱ攻撃的に行こうと思ったらやっぱ相澤から使って、うん、まあ抑えに海を使ったりしてもいいし、でもファーストは山川、うん、中田、はいはい、この2人がいたりも、うん、でセカンドは、まあ、浅村もファーストやらしたいよね。あに置いとくね。セカンドでは使わないけど、浅村はファーストで、はいはい、で、テストでしょ、山田、はい、で、その控えに菊池、はい、で、サードは、サード誰がいたの、宮崎か、うん、宮崎だな、はい、で、守備固めに、まあ、誰がいる、まあ、ちょっと、まあ、サードのあれはいいや、まあ、ショートは坂本、まあはい、源田、うん、だから源田がサードができれば、はい、守備固めの源田をサードに使うとか、うん、まあ、坂本がサードがうまければ坂本サードに入れて、源田をショートに回す、はい、まあ、そういうこともできる。で菊池はやっぱこっちはダメだな多分。へ、真ん中終わるじゃない、はいはい、右と左でセンターラインで、はい、菊池はやっぱり右の選手だね、動きや、あのステップの使い方とか、まあ、外野手3人入れれば、はい、まあ、回る柳田、まあ、右で鈴木誠也とか、はい、だよね、まあ、秋山とかもいるけど、はい、だけど、まあ、丸、柳田、はい、まあ、鈴木誠也だな。お秋山、入んないですか、秋山選手。守備固めだとか、はい、そういうのに取っとくか。あー、須郷選手は。須郷はリハビリしてるからリアルに、いや、なんリアルに、いやいや、今って言ったじゃない、お前。そうそうそう、確かに、いやいや、いいっす、ちゃんとやったね、やっぱね。うち DH があるんだったら、都合 DH、はい、うん、そうっすよね。坂本選手はいいんですか。まあ、あいつ守備うまいからね、うん、意外に。だから、まあ、サードで使ってもいいし、はい、宮崎と一緒に。バッティングのしぶとさ、そういうのからすると宮崎かなと思うけどね、俺は。ただ守備に関しては取ってからの送球のミスのなさ、これはやっぱ岡本ってキャッチボールがしっかりできてるんだよね。だからそれは見事で、だからそういう面では岡本もいい。見えましたね、ちょっと見えた、イタカジャパン、イタカジャパン見えた。画期的っすよね、チャンネル内で。確かに、そら画期的、侍ジャパン決まるみたいな。いや、今のニーズに合ってる。確かにそうっすよね。なんかさ、最近嘘つきが多い。いや、例えば、はい、グルメ番組とか見るとさ、はい、うまくないものをうまいって言わなきゃいけないんだよ。まあ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 。そしたらそれ嘘でしょ。で、一般の視聴者って、はい、あれがどういう食べ物で臭いだとかうまいだとかってもう分かってるわけ。そしたらあいつらはそのスポンサーだとかいろいろついてるじゃん、はい、それによって嘘をつかざるを得なくなってる。そしたらあいつは嘘つきだっていうことになるわけ。はい、一部のファンから、はい、まあまあ、はい、そしたら信頼がなくなるじゃん、はい、
で我々はもうここ本音で喋ってるじゃん。いや本音は信頼をされるわけよ、はい、面白いとか、はい、だからもうそういう方向に、はい、やっぱこういう番組とかは行かなきゃいけない、はい、だからこれだから正直に喋る、はい、だって何のスポンサーもついてないよ。そうっすね。でもあれだな、はい、ちょっと待って、はい、俺も不安が出てきたのが、はい、案件が来たら嘘つかなきゃいけない、はい、結局嘘、いやだからそういう嘘をつかなきゃいけない案件は取らない、はい、いや、ほぼ取れないと思います。勝負つかなきゃいけない。そう、ほぼ取れない。ほぼ取れないです。だから来ないんじゃないですか。うわー、正直に言われるなみたいな感じで。言っちゃったな、お前。よっしゃーみたいな感じで。度胸がある、こうあ、スポンサーいるかもか。そうですね、ぜひ。頑張ろうよ。これ、お前、豊かジャパンからどんな話しそうだ